はい、始まりました。ルーちゃんオートです。いよいよ始まりましたスーパースターシリーズですね。こちら5日間頑張ってやっていきたいと思います。今日はですね、レースの方は4レースから、一応取っていきたいと思います。そしてですね、今日ね、なんと2レース満車券、ダブル満車券ですね、取らせてもらいました。はい、結構食べ歩きとかしててレースがたまに見れなかったりとかしてますので、そういうところのところはちょっとご了承ください。ということで今日も1日よろしくお願いいたします。4レースですね。ここはもう水木の頭、思想27バッチリだと思います。ここスタートで切って、まずは一勝いきましょう。水木ここスタートしっかり切って、いけ水木、伸びろ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 、かませ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 、やばい、ひとみさんの後ろか。よし来いよし来いよし来い、よっしゃ、ズーポン OK、ズーポン A、ズーポンやばい、いけ、おえー、絶対負けんな、絶対負けんな、ズーポンに負けんな、いけいけ、おえおえおえ、よし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 、おえ、頑張れ、落ちた落ちた落ちた、よしいける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 、よし入った、よし入った、よし入った、よっしゃ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 、よっしゃ、そのままでいい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 、岡部さんでもいい、岡部さん、岡部さん来て、岡部さん、そうだ、岡部さん入れ、岡部さん入れ、よし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 、よし、配当が上がった、配当が上がった、配当が上がった、よし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 、オッケーオッケーオッケー、水木オッケー、よっしゃ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 、おめでとう水木、よっしゃ。ですね、光るんと、あとはとんでもない思想24出した飛龍、まあ、この2社5番と8番頑張って光る、イエーイ光る、あーダメだ、引いちゃったよ、光る引いちゃったよ、もったいねー、わ飛龍早い、いや竹谷さんが先行ってんのこれ、アンデゼロの2人が先頭2番手です、3番手が内山、そして4番手から二村飛龍、おお竹谷さんか、うわー飛龍全然速いわ、二村飛龍技ありか、1番の深谷を捉えました、すげえ竹谷をマークする展開になりました、二村、そして3番手は内山高秀が1番の深谷、光る追ってこい光る、残り3周回で先頭を奪っています、2番手3番手には前線の2人、やや滑っている深谷、インコースから内山が狙います、相当から内山さん来い、内山さん来い、中山光、3走の追走戦ですが、内山を向かうかできない状況だ、いや抜けないんだ、さあレーサー終盤戦に前が早いや、大回りになりながらも周りのスピードで一気に6番の内山の来たった中山が、さらには3番手の深谷の前まで上がる勢い、光る分回せ、竹谷さんか、竹谷さんか、これは竹谷さんちょっと予想外やったな、いやでもヒルめっちゃ速い、いやすごいヒル、いや今日満車券を取れたお祝いにみんなにラーメンごちそうです、佐藤さんのラーメンここめちゃくちゃ美味しいです、はい、あとおにぎりですね、こちらみんなで食べます。
です。6レースの発走でございます。ランプが消えます。スタートまでは3秒前。シリーズの予選第6レーススタートしました。大きなものすごいタイミング、浮いたのは5番の五十嵐、それともインコースから中村恭介いけるのか。大きなかぶせにかかった、かぶせたかぶせた、大ピンチ中村恭介。さあ1周3コーナーでは先頭福村、2番手に森村が続いています。そして力づくのスタート構成から4番の大木が3番手から、インコースを早くも21コーナー差し切りました。ここで大木が先頭に立っています。2番手に森村、3番手に福村という並びになりました。その後方に五十嵐、砂見、そして中村恭介は6番手からの競争になりました。6番の砂見がテンポよく外外を攻めて、ホームスレッジ側では1番の福田の前まで上がっています。3番手に上がりました砂見和幸、インコース経済構想もありまして、5番の五十嵐も上位争い絡んでまいりました。さあ中村恭介もだいぶかかってまいりました。一旦後手を踏んだ状況から、ここで5番の五十嵐を外からかわしにかかっています。先頭大木、2番手に森村、3番手が6番の砂見の体勢だ。残りは3周回です。福村をまくっていくのは6番の砂見、砂見のまくり食い止めてる2番の福村がいます。先頭4番大木光、大木が先頭に立っています。2番手に森村、そして3番手が6番の砂見という体勢だ。ちょっと大木も早めに先頭に上がりましたが、現状はやや辛い状況か。残りは2周回、2番手から森村が、3番手から砂見がそれぞれ煽るような状況になっています。さらには1番人気の3番中村恭介、4番手に上がりまして、ここからどのような追い上げを見せるかでありますが、残りは1周半。さあ2番の森村が大木に並ぶ、大きに並ぶ、外から森村、最外から6番の砂見、さあ3人並列するような状況、すでにブルーフラッグを通過しています。先頭大木、外から森村と砂見が並ぶような格好だ。さあ3バイドの状態から間に挟まれた森村は交代だ。さあフリーでまくる立場になりました。砂見和幸、4番の大木の外から砂見が迫っている。直線勝負、直線勝負、変わったかどうか。いっぱいなんか振りかけてる。アーモンドも美味しそう。アーモンドうまいっす、絶対うまいっすよ。めっちゃうまい。これ31日まで売ってるんですよね。行きますよ。やった。これはなんだっけ、バナナなんちゃら、チョコバナナの、チョコバナナの、あの子供用のやつ。違う、子供用ってな。これほらほら、子供用、子供用、うまそう。でこれはキャラメル、キャラメル、アーモンド。あ、俺のじゃん。わ、うまそう。うまそうじゃなくてうまいんだよっていう。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。やった。
確保になっています。8レースの発走でございます。ランプが消えました。スタートまでは3秒前。第8レースシリーズの予選スタートしました。1番の石井大輔、スタートはまずまずであります。さあ10メートル線からは青木と吉松が横並びで1コーナーに入りました。20線からは遠藤が先手、膨らんだ浅香、突き合ってしまった加賀谷、内側は岩品、さらには松尾というところが攻め上がろうとしています。1周3コーナー一発で3番吉松が青木を捉えました。2番手に上がっています。先頭石井大輔、2番手に吉松、3番手に青木春近、そして4番手内をついて岩品センターが攻め上がりました。8番の松尾博文は今6番手から4番の遠藤の内を狙いましたが、まだ入りきれません。1番の石井大輔が引っ張っています。2番手からじわりと3番の吉松が接近。残りは4周外です。後方からは8番の松尾がようやく4番遠藤を捉えました。行き足としてはどうか。さあ先頭争いはここで3番吉松、1番の石尾を捉えました。3コーナー3番吉松が先頭に立っています。石井大輔2番手の位置、さらには岩下センター、後方からは8番の松尾博文が内をついて、この1コーナーから2コーナーでは青木を捉えようと今4番手に上がってきています。ただ松尾も動きとしてはいっぱいでしょうか。2番手石井大輔、さらに接近するのは岩下センター、あるいは8番の松尾博文であります。残りは2周回、吉松が会場に引っ張っています。さあインコースからブーンとバイクを伸ばして7番の岩下、ここを切り返してくるのは松尾博文、ワンチャンスを逃さなかった。さあ2番手に上がった松尾博文がまだまだ余力はあるか。先行するのは3番の吉松、追い上げる松尾博文、残り1周ブルーフラッグを通過しています。吉松が引っ張っています。さあ際どく松尾が接近、まだまだ余裕がありそうだ。最後のコーナーに向かっています。内を締めている分3番吉松に、この2番手から顕著に差が縮まる。8番の松尾並んでいる。吉さん1番5番、この2車で頭で買いました。1号で頼むよ。よしこれ行け、吉さん行ったべ、ほら吉さん行った、ほら吉さん行った。1号だ、1号、そのまま、1号で逃がしてお願い、1号で逃がしてください。頼ます。やばい、下方が来てる。1号で逃げて、下方さん3着でお願い。うわ、回すでもいい。よし、回すでいい。よし。すげー、逃げろ。ガールズ王座決定戦、ここでリサと、あとはね、ナシエちゃん4番8番、
頑張れね、みさ頑張れ、なぜちゃんも頑張れ、4番3、4番8番、4番8番すごい、イリサー、いけイリサー、一撃入れて、グイッとかませ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 、相当からかましてくれ、かましてけ、さあ、初代女王と2代目女王が現在4番手を激しく3、4で切った、打先の前に8番の片野が上がりました、1番のリサイケー巡ってきたチャンスを出すか、現在立ち上がりで滑った、2番から高橋が迫っています、3番手に藤本、4番手には片野リサが続いております、後方よし、内側く、内側く、内側くぞ、本田が追い込んできています、さあ先頭争いは抵抗するように1番の金田遥か、まくっていくのは3番高橋、まくり切りまして高橋エリコが先頭に取っています、ミッドをしていくのは片野、さらには6番の本田、ものすごい追い足であります、さあ前に勝負を伸び込む勢いが6番なせちゃん、なせちゃん、先頭は3番の高橋、2番から8番の片野リサがピッタリマーク、やべえなしゅーかかっています、やや膨らんだ高橋、リサ頑張って、さあ1、2コーナーでは片野の前に、リサ頑張れ、リサ頑張れ、さあこれは片野ピンチであります、3番手からサイドバイクを伸ばせるかどうか、3、4コーナーのカーブ、高橋が出る、高橋が出る、外から4番の本田のピンチであります、残りは2周回、入れー、片野が飛び込んでいく、入った、1コースから先輩の意地を見せるのか、初代女王が先頭に立つのか、間には高橋、外から本田が行っていった、本田が先頭に立っています、ガガッと1コースからバイクを伸ばしてくるのは8番の片野リサであります、4コーナーの立ち上がりまして、ポンちゃん買ってね、先頭は片野リサであります、ポンちゃん買ってねえよ、ポンちゃん買ってねえ、超えることができないか、リサ頑張れ、リサ頑張れ、藤本3番手、7番の野見さん、よしリサ行け、リサ行け、ここはもう周辺の頭一択で勝負です、8周戦事故なく、ね、あの皆さんいいレースを期待します、だけど周辺ご投手レッドを起こって行けーしー、そうだー、行ったべー、スタートダントツだべー、ダントツだべー、よーし周行った、高谷行った、あとは黒川くんも頑張って4番7番タックン
池崎君スタートしました。ホラスさんがスカート見るで、ほら行った、さあ行った、ホラさん行った、ホラさん行った、そう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 、ホラできた、ホラできた、出来上がれた、よし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 、シナール頑張れ、シナール頑張れ、シナール頑張って、そのまま2着だ、黒川君頑張れ、黒川頑張れ、若が来てる、若が来てる、若は若は若ダメ、若来てる、若勝ってない、シナール頑張れ、シナール頑張れ、タックン頑張れ、3番手争い7番の有吉がやや膨らむ感じになりました。後方7番手に交代しています。このインコース潜り込んでくるのは6番の中谷、うわー、まさと来た、うわー、まさとだ、うわー、まさと3着だ、黒川京介3番手、6番、まさと勝ってない、まさと勝ってない、1つでも上位着を取りたい、来たよまさと、持たないか、血の圧持たない、どこまで迫ることができるか、残りは2周半、まだまだ予断を許さない感じ、じわじわと6番、よしよし、ケンジロ早い、素晴らしい、スッケンジロリードでは15メートルくらい、残りは2周回転ります、2番手黒川圭介、3番手から血の圧もやっぱ持たないな、血はきついな、3番手の間隔は4車身ぐらい、ただ残りは、いやこのままでしょ、先頭は縮りました、4番スッケンジロ、2番手黒川圭介、そして3番手7番、タックンが案外、タックンが案外だよ、はい、ということで最終レースまで見ていただきました、うん、今日一日見てやっぱり思ったことは、結構出来上がってる選手も多いですし、やっぱりここを目指してきた選手っていうのは結構いい感じでできてるんじゃないかなっていうのがすごく、印象として思いました。明日もですね、現地でまた撮っていきたいと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日お会いしたいと思います。そして今日も一日皆様お疲れ様でございました。